こんばんは、ゴルフプロの水田です。今回は右足の使い方、右足を蹴れということを少しでも聞いたことある方、この動画を最後まで見てその意味をしっかりと理解していただくといいかなと思います。スイングするときに右足は蹴れみたいな、こういう情報って結構出回ってるんですね。ですから、それの解説をしようと思います。このチャンネルではゴルフに関する様々なことを、とにかく皆さんが上達に向かっていけるようなことをお伝えしてますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、早速いきますと、右足蹴れ、右足蹴れといってもですね、じゃあどういう動きになってればいいか、これを少しね、覚えてほしいんですね。で、蹴れといってもですね、実際に思い切りこう蹴ってしまうと足は浮いちゃうんですね。ですから動きとしては膝から腰、このあたりの動きをスッと動かしてあげるような感じになります。ですから構えて、ここの動きがスッと入る。で、実際に思い切り蹴ってしまうと足こうやって浮いちゃったり、あとは、蹴ると下が例えばちょっと濡れてたり、滑りやすい、まあ、そういう条件だと、ずるっと滑ってしまうんですね。ですから、ある程度左足に体重は乗っていかないといけないし、右足のかかとは上がった状態にこうなっていくんですけど、この動きも膝から腰ら辺の動きをスッと動かしていくということが、一番スムーズにこう蹴っていくという感じになっていくと思いますので、まあこの表現が本当にいいかどうかというのは、まあ、その言われた人がどういう人に言われたかにも、まあ、よるんですけど、まあ誰にね、どのタイミングで言うか、まあ、それは本当にいろんなことを考えながら我々は、皆さんの、こうね、上達に向けてこうだよと言ったりするわけですが、まあ、その時の表現の一つに、右足蹴れっていう表現があったりするので、その意味、それは右の膝、腰ら辺を打っていく方にしっかり向けていくと、こういう形になっていきますので、これによって、少し、まあ、蹴ってるような形に、まあ、見えるのであればそれはそれでいいですし、極端に足が浮いてしまうような形では、正しい動きとは言えませんので、このやり方をしっかり覚えて、まあ、その意味をですね、覚えていただくと一番いいかなと思いますので、頑張って練習している中で、いろんな表現、いろんな言葉を聞いたときに混乱してしまわないように、こういう動画を見てですね、それそういう意味なんだなと思っていただければいいかなと思います。ぜひね、皆さん頑張って練習してみてください。では頑張りましょう。さよなら。